おい、一世、後世エイトロックスのディレクター一世、 ISSEI 一世、お前何言ってんだよ、お前何言ってんだよ。さっきお前フレイバージャパンの動画の中で俺のこと言ってたよな。その中で真ん中でトーマスをしていた人間をエナジーがユイカと言い間違えてるとか、そんなこと言ってたよな。話の前後聞いてんのかよこの野郎。はい、どうもこんばんは、エナジーです。よいしょ、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、これだけは言わしてっていうことで動画を撮っているんですけども、先ほどですねフレイバージャパン TV の方でですね、後世エイトロックスの2人、ツーグーくんと一世くんがですね、ラウンド2はこういうこだわりで作りましたっていうね、詳しい動画を上げてくれるので、まずそちらをねチェックディスアウトしていただきたいんですけども、その中でなんとエナジーがですね、紹介されていたわけなんですよ。でそこで紹介されていた内容っていうのが、さっき言ったんですけども、あの僕がね、あのラウンド2はツーグーくんとあのユイカちゃんがすごい良かったんじゃないかっていう話をねした動画があるわけですよね。でその中で僕がねツーグーくんの話を終えた後にユイカちゃんの話をしてる時に流してたシーンが、たまたまあやねちゃんのトーマスのシーンだった、まあ3人がトーマスするシーンだったんですけども、でそれが多分一世くんとね、まあそのツーグーくんには多分そういう風にあの見えていたっていうだけの話で、まあ僕自体はちゃんとあやねちゃんっていう風に分かってたし、まあレッドブル BC1 でもね、あのウィンドトーマス見てたし、まあさらに言えばですけど、シゲキックスくんとめちゃめちゃシルエットが似てるウィンドトーマスだなって思ってたぐらいに、あのちゃんと記憶には残ってるんで、まあそこはね言い間違いはしないんですけども、まあただですね、あの僕の表現上、まあ、動画の表現上そこを流してしまった、まあゆいかちゃんのソロがなかったっていうのもまああるんですけども、まあ本当に一瞬ね、こうあの組み技の時に入っていくシーンはあったと思うんですけども、そこだけじゃ尺が持たないから、このスロー再生で見せていたっていうシーンが、まあその3人のトーマスのシーンだったっていうだけであって、まああくまでそのまあそういう風に捉えられてしまったのも、まあ僕の責任なんですけども、まあ個人の思いとしてはそうだよっていうのを先に言っときますっていう、まあお話ですと。で、まあその話はね、もうどうでもいいと。明日ですね、明日、もうラウンド3ですね、始まりますと。で、皆さんもご存知の通り、ジャッジのポイントだけでは、今の D リーグのシステムっていうのは絶対に勝てないんですよ。なので、あの皆さんのね、オーディエンスポイントが確実に必要になるわけです。僕はもう、あの、入れますけど、あの、ちゃんと公式アプリの、もう有料会員の、あの、年間会員になってますので、あの、で、あの、推しのね、推しの、あれですよ、あの、ダンサーはツーグー君にしますからね。してるんだよ、わかってる。そう、なんで、皆さんのね、ポイントが絶対に必要になります。だって前回ね、ラウンド2では、ロイヤルブラッツってジャッジのポイントは低かったけど、そのオーディエンスポイントが20点で逆転して勝った。つまりですね、やっぱりファンが増えるチームを、まあ、作るっていうのも、D リーグで勝つための、非常にその、まあ、手段ではあるわけですよ。まあ、確かにね、いや、正直、まあ、そのみんながね、ダンスのスキルだけで、まあ、なんかその見て、そのジャッジされて、勝った負けたがいいよっていう人もいるかもしれないんですけども、やっぱそうはいかない。やっぱプロの世界っていうのは、やっぱりそのファン、人気商売ですから、人気がつかないと、やっぱりね、経済が動かないんですよ。で、経済が動かすところが、まあ、なんだったら正解みたいなところがあるんで、確かにね、そういう純粋なダンスのね、力でこうね、上下決めてほしいってのあるかもしんないけど、まあ皆さんの力も絶対必要になると。で、こっからはね、その、なんだろう、
コーセエイトロックスの、まあ、皆さんについてなんですけども、とにかくですね、すごいタイトスケジュールだと思うんですね。ね、2週間に1個ショーケース作るなんて、マジで信じらんない。もうそれだけ考えるだけでも大変だし、踊り込みしないといけないから。振りができたとしても、それを踊り切って、で、なおかつ、その、普通に踊れるだけじゃなくて、自分たちで表現するレベルまで、その回数を繰り返さなきゃいけないっていうのがダンスなんですよ。だから、踊れれば終わりっていうのはかなりレベル低いんで、やっぱそういう風に考えると相当な練習時間が必要になるし、皆さん本当に怪我だけはね、めちゃくちゃ注意してほしい。どのジャンルよりかも、まあ、肉体の疲労が激しいのが、まあ、ブレイクダンスだし、股関節、それから、まあ、肩とか、まあ、特にあと手首ね。まあ、こういうところは強いからわかるかもしれないけど、まあ、でも、選手がね、本人が思ってる以上に肉体疲労っていうのは結構ね、蓄積してたりするので、特にね、ディレクターであるね、一世くんに関しては、結構みんなに気をね、使わなきゃいけないというか、気使ってないとは言っても、自然に気を使ってるのが多分ディレクターだと思うんだよね。で、そうなった時に、結構その本当に体調とか、まあ肉体の疲労とかをね、まあなかなかその本当はあるのに、まあ言わずにね、みんなと合わせてると結構怪我とかね、そういうのにも繋がったりするので、まあその体調はね、まあ皆さん本人がわかるとは思うんですけども、まあ思ってる以上に、まあその、しっかりね、整えていただいて、頑張っていただきたいなというふうに思います。とにかくね、12ヶ月、まあある、もう残り少ないですけど、まだ残り10ヶ月ぐらいあるんですけども、まあそれ全部ね、みんながフルに、出れるような、まあそういう、なんていうのかな、体調でいてほしいなっていうのがあります。そしてね、僕らも2週間に一遍であんな激しくね、まあ B-Boy のショーケースがこう見れると、今なかなかイベントも行けないし、まあそういう意味ではね、すごいいいショーケースをね、その画面のね、中でこう見れるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいことでもあるんで、まあぜひね、本当に頑張ってほしいと。なので、まあ今回ね、こういった形でエナジーね、フューチャーされておりますが、とにかくコーセエイトロックスのファンをね、増やして、なるべくね、オーディエンスポイントに、まあ、貢献していきたいというふうに、まあ、思ってますので、まあ、もしね、良ければね、一世くんも、まあ、本当に合間を縫ってね、ぜひこのチャンネルでね、いろいろ話していただきたいなというふうに思っておりますし、まあ、なんだったらもう、ツーグーくんも、もう本当にコーセエイトロックスの皆さんね、本当全員お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということだけ言うですね、動画になります。はい、別に煽りでも何でもないですからね、という話で、はい、終わっていきます。皆さんね、フレイバージャパン TV 必ず絶対見てください。で、コーセエイトロックスのね、オーディエンスポイントとかね、そういったのもお願いします。というところで終わっていきたいと思います。今回の動画良ければグッドボタン、悪くてもグッドボタン、チャンネル登録やコメント、ご要望などもお待ちしております。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。